牛久町は、かつて、千葉県市原郡に存在した町である。現在の市原市中部に位置していた。1889年の町村政施行に伴い、明治村として発足し、1924年に調整を施行した際に、牛久町と解消。昭和の大合併により廃止された、市原郡の中部に位置する村であった。1916年時点では、北に、 戸田村、養老村、東に、内田村、鶴舞町、南に、高滝村、君津郡幕田村、西に、戸田村と接していた。1916年に編纂された千葉県市原郡市によれば、牛久、宝目、西区二吉、明光、中、助瀬、皆吉、金沢、大倉、矢部、岩の11区からなっていた。これらの11個の大の名称は、 現在の市原市の大技として存続している。市原郡域の町村静止工事の町村1、八幡田町2、五井村、後五井町、3、千草村4、鶴巻村、後姉崎町、5、東海村6、海上村7、菊間村8、七津村9、市東村10、市原村11、市西村12、養老村13、戸田村14、明治村、後牛区町、 15、内田村16、鶴舞村、後鶴舞町、17、高滝村18、富山村19、平見村20、里見村21、白鳥村現在の行政区画紫、市原市。ありがとうございます。